え、このナイフかっこいい。右クリック腕ひねる方が大変じゃない？腕ひねる方が大変？腕ひねる。親指をさ逆側にこうクイッてやってるやん。下をそのまま突き出した方が効率よさそうだよね。いやでもやっぱこれっこう首をこうグーやない？今度大会やつ。いいやない？もう首の後ろグーいくってこと？そう下よりはやっぱこう上からグーいった方が。フェイントってすごい派手やな。でこれもう噛みちぎるようなグイグイって。確かに2回切ってんだこれ。そうもうだから、うん、あーもう首右半分全部、うん、ただ左クリックめっちゃ弱くない？それで言ったら。あ本当だ、うん、左クリックめっちゃ弱そうだな、うん、これ弱いよ絶対。これ弱いな。グッグッ。あ2回目強そう。2回目これなんかあの柔らかい方で切ってない？柔らかい方？あこれどっちも切れ味あるの？カランビットってこのナイフって何だっけ？両刃なんじゃないですか？むしろ内側よりも外側の方が、うん、外側の方がありそう。おおおい、あ違うな。じゃあやっぱこっちに次の方が。つけた？つけました。オッケー、招待するわ。押して、よし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 。痛いよ。15分しかないんだって。ないよしよし。あでも俺も上がりましたわ。男子もう誰か来ました。雰囲気でやってるやん。いつもの雰囲気やんそれ。説明してもらうべ。いつもの雰囲気になってる。じゃ若さら聞いてないから分かってないでしょそれ。ちょっと守り方どうしよう。めっちゃ真面目。なんかよかったっす圧が。基本的にはもう一人の人が離婚とかドローンとか全部壊すのが、うん、なんて言うんだろう、デフォルトっていうか、うん、あれなんですけど、それがもしきついのであれば、なんかたまにこの辺とかに行くときはここにいます。あとこの辺は壊すっす。この辺はこの辺とかはこの辺とかは壊すっす。それが、はい、でも守りそこきつってなったらこっちでもう入れちゃって大丈夫です。小さなピン、小さなピン、小さなピン、やばいなって思ったら、大きなピン、やばいなって思ったらこっち勝負するしかないですよ。小さなピン、なるほど、小さなピン、結構もうみんな打ち切りしないと動けないのが多いから。最初こっちいてここ守るのに人裂かなきゃいけなくなるんですよね。そうなんですよね。だからセンチネルが強いんですけど、ここ。ああなるほどね。えこれ Y 様キルジョイどうなんですか。どうな、そうすると多分設置が多分きついんじゃないですか。さっきの氷があるから設置しやすいなんか。ああなるほど、確かに。俺行くっすか。じゃあいいよ。あでも戦地出さなくても別に気をつけてれば大丈夫なんで、うん、そうね。じゃあ俺らがエリア取っちゃえば。そうですね、うん、先手先手。ワイヤー出す人ならまだ使えるっすよ。家族に会えた。先にエリア取ってればいたな今。家族に会えた。あのそばの離婚とジェットの爪、ジェットレイナの爪は結構合わせた方がいい。そうそうそう。死体ちょっと遠いやつ。そう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 。ちゃんとか。なるほど、ね。入れちゃう最悪。了解。まだ次の人はあれだな、本当次の敵は。どうなんやな。真面目にやってって。すいませんテップさん。ちょっとちょっと。いや全然大丈夫です。もう話すことないんで。バイバイ。すごい。もう分かる。びっくりしたもん。いやすみません。呆れちゃったんかと思った。そうですね、もう。ついよそれ。え、こっちも食らう、もしかして。あここも食らうわ。あこれかじゃあ。やばそれ。これやってドローンで。あ水こぼれた。まずいな。ワンスパットじゃなくてよかった。ワンスパットがいかれたんで。なんでそんな冷静な。10回ぐらいこぼした人やん。めちゃめちゃこぼれた。ドライヤーで乾かしてきて。こぼし慣れてるやん。今もう一個のチームは14対14。えぐっ。オーバータイムか。白熱してますね。見るかちょっと。どこどこ
今から対戦するとこと、この次の試合で対戦するとこ。 D と A か。じゃあ A と D、 その裏で相手相当疲れてますよ次。そうやな、確かに。あったまってるからな。これがいいスポーツだからね。ずっと歩いてるかも。ずっと歩いてるか、それは違うかそれは違うそれは違うギロリ見逃されんかったな厳しいな。どういうことやろうと思ったね。びっくりしちゃったね。どういう意味ですか。いや、じゃあ疲れてるからちょっと走るのきついかなみたいな。そうそうそう、マラソンみたいな比喩ね。そう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 、だからこの、うん、走ってラッシュとか、ラッシュとかあんま来ないんじゃないかな。恥ずかしいから解説させんでくれ。今別れの時、飛び立とう飛び立とう未来信じて。